海風は大日本帝国海軍の駆逐艦で、海風型駆逐艦のネームシップである。舞鶴海軍工廠で建造。同盟艦に白露型駆逐艦の海風があるため、こちらは海風や海風愛などと表記される。海風型駆逐艦はイギリス海軍のトライバル級駆逐艦を参考に、開発された大型駆逐艦で蒸気タービンを搭載した日本海軍初の 艦艦ででああるるまた最初期の紅葉型駆逐艦である海風と山風は、ちくま型防護巡洋艦3隻と同時に計画された。海風型は1907年度計画により建造。海風型の基本計画番号は F9。海風の過小艦名は、以後大駆逐艦同年12月20日、製造訓令。1909年2月2日。 開封と命名。同年11月23日、舞鶴海軍交渉で寄港。当時の舞鶴交渉では、海風とともに桜型駆逐艦の桜と立花を同時に建造することになった。1910年10月10日、浸水。本館浸水式には、明治天皇皇太子が臨席した。皇太子は、斉藤実海軍大臣、軍令部部長、 伊集院五郎中将、舞鶴沈十府司令長官、片岡七郎中将、舞鶴海軍校省庁、加藤貞吉少将等の法廷を受け、命名書は斉藤大臣が朗読した。同日府で駆逐艦に類別。海上主運転中にタービン事故を起こし、観光部を補強した。1911年9月28日、竣工。 1912年8月28日、駆逐艦に投球が付与され、本艦の投球は一等とされる。同年の大演習には、河内型戦艦、千曲型巡洋艦三隻、海風型駆逐艦、桜型駆逐艦等、日本海軍の最新鋭艦が参加した。第一次世界大戦では、第一、南図海主体所属で南洋軍統攻略に参加。 1918年のシュベリア出兵では、宴会終演岸警備に従事。1926年11月29日、官邸類別等級表に、官型が定められ、本館の官型は海風型とされる。同年12月1日から1928年12月10日まで、深海洋行部に所属し、この間主に朝鮮半島で活動する。 1930年6月1日、駆逐艦席を除かれ総改定に類別変更、第7号総改定に改称。1936年4月1日、除籍。日本海軍史、第9巻、第10巻の召喚履歴及び官報に基づく。第7号総改定に関するカテゴリー。ありがとうございます。